前原さん。 大丈夫ですか? 随分うなされていましたよ。 監督、サトシってどんなやつだったんですか? サトシ君が家出してしまったことは話しましたよね? 以前に監督から。ただ、サトシの話題になるとみんなはごまかすから。そうですね。 この村の人にとっては少し因縁めいたところがあるのでしょう。本当に家出なんですか? それはどういう意味ですか? 、そんな気がして。まさかお社様のたたりとでも? よくわかんないです。 監督は信じてるんですか? その、お社様のたたりを? 私は、一応科学に準ずる職業についていますからね。でも、この村に来て、少しだけ超自然的存在を身近に感じてきましたね。 話が脱線してしまいましたが、サトシ君の話はシオンさんに聞いた方がいいかもしれません。え? 私よりシオンさんの方がよくご存知だと思います。シオンが? シオンさんとサトシ君はとても仲が良かった。ある意味、そうですね。 お互いを大切に思い合う関係だからこそ妹の里子ちゃんに対しての思い入れもきっと強いんでしょう。
Tsukiotoshi-kun ga ireba. ただいま。お帰りなさい。ちょっと圭一、もうご飯よ。あらやだ、どうしたの？暗い顔しちゃって。ちくしょう。誰だって言ってんだろうが！圭一？何よ、大声出して。なんだ、母さんが。
あら、もう寝てたの？ご飯の時間だっていうのに、まったく。辛気臭い顔しちゃって。せっかくいい顔に産んであげたんだから、シャキッとしなさい。うるさいな。食欲ないんだから、もうほっといてよ。バカね、あんたは。食欲ない時にこそ食べるのよ。人間ご飯食べてりゃとりあえず死なないんだから。心が消耗してる時はせめて体がしっかり力をつけて引っ張ってあげるの。落ち込んでる時はいつもの2倍は食べなきゃダメよ。3度のご飯を美味しくいただく。これが体も心も健康に保つ秘訣なんだから。お母さんで実証済み。わかったから。はい、ごめん。じゃあおやすみ。何言ってるの。起きなさい。レナちゃんが来てるのよ。レナ、こんな時間にどうしたんだ？うん、ちょっと。何かあったのか？レナ？血。あいつの血も赤いのかな。レナちゃん悪いわね。こんなにたくさんお裾分けしてもらって。煮物たくさん作りすぎちゃったんです。いっぱい食べてください。塩分控えめですから。はう。そうそう、前にいただいたコロッケ本当美味しかったわ。本当ですか？よかった、うちの人ったら20個ペロリと平らげちゃったのよ。そんなに喜んでくれたらとっても嬉しいです。それじゃあレナはそろそろ帰りますね。お母さん、俺レナを送ってくるよ。そうね、夜も遅いし。それじゃレナちゃんまたね。気をつけてね。
おやすみなさい、おばさま。あのさ、どうしたの、ケイチ。あんまうまく言えないけどさ、今まで飯とか作ってくれてありがとな。それじゃあ行ってきます。え？ちょっと突然何なの？明日お嫁に行く花嫁みたいなこと言っちゃって。レナちゃんとこに向こう入り？ああ、もううるさい。おい、レナの家は逆だろ？おいって。ちょっと待てよ、レナ。暗いから危ないって。怪我するぞ。おい、レナ。返事くらいしろよ、レナ。レナ、そこにいるのか？
レナ、いるんだろ？入るぞ。レナ、俺に話があるんだろ？だったら、話してくれよ。聞かせてほしい。ここはね、レナの隠れ家なの。辛い時とか悲しい時、寂しい時に、ここに来るの。だって、ここには誰も来ないから。誰もいなければ、ひどいことされたり、嫌なこと言われたりすることもないでしょ？一人でいると、安心なんだ。そんなことを言うなよ。俺たちがいるじゃないか。俺たち仲間同士だろ？辛い時は頼っていいんだからな。ケイチくん、ドラマの主人公みたいなセリフ言うんだね。安っぽいよ。ケイチくん、いつもサトコちゃんは仲間だって言ってるよね。よね、なのに。サトコちゃんは一人ぼっちでどん底にいる。うん。ケイチくんは幸せな家庭の人だもんね。だからきっとわからないんだよ。失うことの痛みを。でも痛いんだよ。痛いんだよ。レナ、俺さ、レナ、ケイチくん、レナね。レナね。もう、ケイチくんとは、お別れしなきゃならないの。もう二度と会えなくなるから。レナは、ケイチくんの前から消えてしまうから。さようなら。それだけは、ちゃんと言いたかったんだ。レナ、何言ってんだよ。さよならって、なんだよ。急にそんなこと言われても。レナもお別れは悲しい。けどね、さよならなの。待てよ。一体何があったんだよ。なんで何も言ってくれないんだよ。どうして一人で抱え込むんだよ。
さよならなんて言うなよ。さよならなんて。私、鉄平を殺すね。